絶対にブロックされないポストプレイ。めっちゃむずい。エースどうですか？あの、もともとでかいんで、皆さんこんにちは。バスケットボール選手のいじめそうです。バスケットの基本的なポストプレーを練習してきましたが、絶対にブロックされないポストプレー、これを紹介していきたいと思います。僕がアメリカで実践してた技なんで、で相手が2メートルでもブロックされなかったんで、これは証明済みです。なのでやり方さえ間違えなければ絶対にブロックされないです。ただし、めっちゃむずい。ただ自分のものにしちゃえばめちゃくちゃ使えるんで、ぜひこれ体得してほしいなって思います。それでは今日もやっていきましょう。名前はベイビーフックって言います。フックシュート、みんなわかりますか？フックシュート、フックシュートって肘を伸ばすシュートなんですけど、自分がやるベイビーフックはこんなイメージ。もう肘曲げてなるべく近いところでシュートする。普通にシュートするんじゃなくて、ディフェンス、自分、ボールがあるような状態、この状態を作りながらシュートをしていくんですけど、ステップがいくつかあります。1、まずドリブルをつき始めます。で、僕の場合はここからギャロップステップ、ここからジャンプして一気にリングに近づきます。で、この近づいた状態でディフェンス、自分、ボールっていうラインを作ります。この状態、ディフェンス、自分、ボール、この状態のまま耳の横からシュート、これです。ギャロップで、リングが右手にある状態、この状態をまず作ります。半身の状態ですね。半身の状態を作って、左手の耳からシュートを打っていきます。こういう状態、これですね。これですね。で、このアーチが高ければ高いほどディフェンスにブロックされないです。でも、アーチが高ければ高いほど、もちろん難易度も上がってきます。なので、最初はギャロップステップ踏んで、両足踏んだら、ここからそんなに高さは出さなくても大丈夫です。高さは出さずに、耳の横からしっかりシュートを打つ、この訓練、この練習だけやってください。ここからこの練習、これだけ、これをやってください。はい、最初は難しいです。最初はこの状態、こういうシュート。なので、最初はもうこの状態からセットして、左の耳からシュートを出していく。最初はもうこれだけ、ステップ踏まない、これだけ、これだけ、これだけ。はい、で、徐々にステップを入れます。徐々に、少しずつできるようになったらステップを入れます。はい、一回、はい、っていう風な感じ。はい、これ本当にブロックされないです。びっくりするぐらいブロックされないです。
届かないですそもそも。なんでぜひやってみてください。ちょっとディフェンス入れてやってみますか。はい、それでは、ディフェンスを入れてやってみたいと思います。ボールをもらう、でドリブルをし始めます。でドリブルをし始めたら、ここから一気にギャロップセットで、ディフェンス自分ボールっていう状態を作って、ここからメビフック、はい、こんな感じです。ちょっとディフェンスの感想を聞いてみましょう。ディフェンスどうですか？あの、もともとでかいんで全然意味がないと思います。トラちゃんやってみようよ。そうだ、俺がディフェンスやるわ。トラちゃんやってみよう、ベビーフック、はい、まず練習して、左の耳から上に。ああ、上手上手、いい感じいい感じ。そう、難しいの。ああ、そうそうそう、ちょっとフローター気味になっちゃうね。それをボール見ちゃダメ、視界に入れないで、ここから。ああ、そんなイメージ、そんなイメージ。そう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 、もう一回もう一回。ああ、いい感じいい感じいい感じ。ああ、いいねいいね。そう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 、いい感じ。グレイツ、うん、そう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 、うんうんうん。うん、ちょっと手がこうやって出てるかな。もう こっから真上に、そうそうそう、そのような。そう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 、うまいうまいうまい。そう、やっぱりね、慣れてないから。フローターは慣れてるじゃん、フローター慣れてるから、フローターの手になっちゃうんだよね、こういう感じで。そう、前に出ちゃうんだよね、前には出さないで。そう、ディフェンス、自分で、ボールっていう、そう、このラインは崩しちゃダメ。これがね、フローター気味になっちゃうんだよ、こうやって。はい。こう、前向いちゃって、そう。これだとブロックされちゃうから。で、そう。そうそうそう。そんなイメージ。そうそうそう。むずいっしょ。そう、そんな感じ。そう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 、もう一回もう一回。オッケーオッケー、じゃあやってみよう。おいいじゃん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 。うまい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 、いい感じいい感じいい感じ。うまい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 、普通にうまい。おいいじゃん、うまい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 、いい感じいい感じ。いいね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 、いい感じいい感じ、悪くない悪くない。回していいねいいねいいね、そう、うまい。わかった？わかりました。うまい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 。違います。やっぱあれだけ耳の横から来られると対処できない、こっちは。けどフローター気味になっちゃうとこうカットできるんだよ。でもやっぱ耳の横から、そう、ボールが見えない状態、ディフェンスからボール見えない状態から出されると、でもこれ対処できない。これにフローターにならないように、こう耳の横から。ナイス、いい感じです。はい、うまいじゃん、トラジめっちゃうまい。いやでも本当に練習しないとこれは入らない技術だ。ああ、そう、これ絶対練習しないとダメだ、知らないとダメ。ベビーフックは知っといた方がいい。感覚が全然違うからね。そう、でもやっぱうまい人はやってるんだよね、ベビーフック。特にそのアメリカの人たちはよくブロックされるから、ブロックされない
ように、フックシュートが一番いいんだけどね。けどフックシュートは確率が一気に下がる。やっぱ伸ばした分、手を伸ばした分安定力がなくなってすげえブレブレになっちゃう。エビフックはちゃんと練習して自分のものにしちゃえばめちゃくちゃ使える技術だから、むしろフックシュートだと、なんかむしろフックシュートよりも今もベビーフックの時代かなって。昔はフックシュート流行ってたけどね、今もベビーフック、もう簡単に小規模で簡単にある程度練習すれば身につくから、今もベビーフックの時代かな。うん、ガードの人ももちろんもちろんガードもベビーフック使える。なぜならフローターに慣れてるから、フローターシュートに慣れてるからすぐ身につくと思う。練習した方がいいかな。うん、結構ガードの人もセンタープレーやり始めたもんね最近。だからベビーフックは一つ自分の武器として持っておいてもいいんじゃないかなって思う。でもちろん、左手も右手もどっちもベビーフックができるように自分は練習しました。左手も右手も両方練習するようにしたらいいかなって思います。自分がやってた練習方法はローポストから今みたいなステップを踏んで、ベビーフックします。これを3本連続で決めるっていうのを、そうだね、左も右もやってた、うん、まあ、それぐらいでいいんじゃないかな。3本連続はしっかり決める、ベビーフック。練習始まる前に自分はそれやってた。できればプラスビデオカメラ撮って iPhone でも、まあ、スマホでも自分のベビーフックのシュートフォームどんな感じかを撮って、できれば見返してほしい。だいたいバラバラだから、だいたいバラバラ、だいたいだいたいバラバラだから、あのできれば見返して、あの修正していってほしい自分で。はい、皆さんお疲れ様でした。今日はベビーフックの、やり方を練習してきましたけど、本当に簡単にすぐ始められるし、ちょっと練習すればあのすぐ自分のものになるんで、ぜひ練習してみてください。自分はベビーフックをたくさん使います。ブロックされないし、読まれにくいし、いいところしかないんで、自分はベビーフックを押します。でもフックシュートがいいよっていう人はもうもちろんフックシュートを練習した方がいいし、なので自分はフックシュートを全く練習しません。絶対に使わないからそう、使わないからフックシュートは自分は練習しないけど、ベビーフックは練習するっていう。なんで今の時代、さっきも言ったけど、今の時代もうガードもフォワードももう関係なくポストプレー練習する時代だと思うから、ぜひ皆さん、ベビーフック練習してみてください。今日はこれで終わりにしたいと思います。で、なんか他に、こういう時どうするんですかとか、自分こういう悩みがあってとか、そういったことも、できる限りこうやって動画にして、皆さんに返していきたいと思うんで、もし、なんか困ってることあれば、連絡ください。この動画が、皆さんの、バスケットボールライフにちょっとでも、プラスになったり、良かったなって思ってくれたら、本当に嬉しいです。よろしければ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。なんか質問ある？大丈夫？ベビーフック。まあ大丈夫か。ゆくて阻んだ時に、ここは過酷なサバンナ、時にここはオアシス、咲き誇るサザンカ、時にここで喜んだ時に、へこまされたとことんな、しかめ面でいっちゃよそもんだ、だが話せばすぐ顔がほころんだ、母なる場所、飾らぬ場所、今なお胸の高なる場所、希望と挫折の重なる場所、そこで長い夢覚まさぬ